はい、皆さんこんにちは。ブルースハーピストの総北です。今日はですね、ハーモニカを、吹いたり吸ったりして音を出す楽器なんですけども、鳴らしてる時にどうしても、息がこう辛い、曲によってはですね、吸い続けたりするような曲もたくさんありますね。そういう時にどうしてももうこれ以上忘れない息が苦しい、ということがね、起きると、そういう質問をいただきましたので、それに一問一答で答えさせていただきます。まずですね、息がこう苦しくなる、要はいっぱいいっぱいになる、吸いすぎていっぱいいっぱいになるってことのが多いと思うんですけども、その理由はですね、いくつかありますし、腹式呼吸っていうのももう重要なんですけども、なかなか腹式呼吸を意識して演奏することは難しいと思います。まず腹式呼吸っていうのは、人間寝てる時の呼吸が腹式呼吸になっております。寝ていますんで、わからないですよね。ですので、何かいい方法というのは、いくつかあるんです。その中でも一つだけちょっと今日説明させていただきます。まず、吹いたり吸ったりしている時ですね、これのいいですか、目線です。目線をどこにやっているかっていうことがすごく重要になってきます。まず、はい、ごめんなさい、止まりました。まずですね、目線が重要になってきます。ノー編集でやっておりますので、ね、そのまま皆さんにお伝えしますけども、目線がですね、できれば遠くを見てください。遠くを見て、吹いたり吸ったりしましょう。もうこれだけでもだいぶ変わると思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。息が上がったりするっていうのはですね、いろんなね、メンタルの部分も関係してきます。緊張してたり、ちょっと間違ってドキッとしてどうしようかなとこう思った時なんかに息がグッと上がってきたりしますし、あとは譜面を見ながら演奏している人はですね、譜面に目がいってますよね。なのでどうしてももうこう遠くを見るってことができませんけども、頭の中で、心でですね、広大な広い土地でね、遠くに向かって音を出している、吸っているっていうね、吹いている、吸っているっていうね、イメージで、やってもらうだけでだいぶ変わるかなと思います。他にもいくつかありますので、また後にね、少しずつ動画の方で紹介していきたいと思います。じゃあ一回ちょっとやってみます。はい、ということでですね、遠くを見て、やると。あとは、部屋の中でね、練習したりすると、どうしても遠くが、すぐそこ壁なんで、やっぱ壁になっちゃいますけども、できればですね、広いどっか野原公園とか、野外でですね、遠くのビルを見つめたり、ね、山を見たり、そこに向かってずっとこう音出しているように、こう吹水してみてください。はい、じゃあ、最後まで皆さんご視聴ありがとうございました。ハンドパワー。